はい、始まりました、はい、山の話題を信州松本から配信する情報番組 MT チャンネル、通称山ちゃん、第48回目始まりました。なんか男ばっかですけど、3人ですね。久しぶりですね。本当だね。はい。一番最初これ。マチコとさっき会ったんですよね。会いました。はい。陸上競技場で。はい。練習しててくれるんですか？あ、山ちゃんより部活ですよね。そうです。部長ですから。部長ですか？彼女は。マチコはね。はい。はい、昨日、おとといまで、今日が山ちゃんの放送日だって知らなかったので、友人です。よろしくお願いします。本当だよ、これ。もう、だからいつもだったら、コンテンツ、今日はこれやる何分ぐらいっていう動画を送ってくるのに、送ってこないから、ちょっと明日のやつ珍しく和子だからメールがあったから、なんだ飲みでも誘いでもあんのかなと思ったら早くしろ的なね、あの最速のねメールだったんですよね。でも俺も間違えてるかと思って、サムネさんに、え、放送日明日だよね、そうだよっつって、だから悪かったのはゆうさんです。あ、僕ですね。はい。だから今日はあの急いで全部作ったんで、まあ結構荒削りですね。お願いします。自己紹介いいですか、これで。いいね。はい。マチコね、来ますからね。はい。少々マチコ。はい。ね、なんか、美しが原トレイル。はい。PR 動画。ね、毎年の恒例になりました。ちょっとありますんで、今日撮ってきました、ね。今日撮ってきたの？はい。すごい。バスタじゃん。ラジコンヘリで。はいはい。そうですね。やったってことですよ。ええ。書いてありましたけど、はい、私は美ヶ原トレイルランのオフィシャルムービーをね、ハッピーデスプロダクションの、タクロさんがね、作ることになったの。いいね。じゃあ俺たちは撮らないでいいな。撮ってください。はい。はい。裏ビデオとしてね。あ、裏ビデオ。裏ビデオね。裏ビデオ大事じゃないですかね。でも山本小屋に来る人たちね。ああ、そうですね。そう。ね、違う趣でね、撮りましょうね、はい。それとなんか、珍しい動物が、動物らしいじゃないですか。動物。美しに。美しの、長門牧場ですよね。はい。そう、これ。これなんですか？何？クラレのコマーシャルですか？アルパカ？アルパカ。アルパカいるの？アルパカが、長門牧場って本州で一番でかい、アルパカ。そう。ある、ん？ある、ある。あるだけでしょ、今。へぇ。これ、羊に似てるなと思ったら、やっぱ羊科なんですね。へぇー。グーテーモクっていうから、その牛の。牛だ。はいはいはい。食べると美味しいんだ。なんですかね。なんか、ペットとして飼われてるらしいですよ、アメリカとかでは。へぇー。で、南米の生き物。これって、走ってたら見れるんですか？長門牧場ですか？はい。行ったら、多分、2頭いるはずです。じゃあ 80K の人は。そうですね。何キロ地点ぐらいに。難しいこと言うな。60キロぐらいですか。うん、そう。60キロ。じゃあ疲れたらちょっと背中乗ったりしてもいいですか。あ、そうですね。なんか乗せるちゃんと椅子とかあるらしいですよね。本当に？ないですよ。で、アルパカね、なんかね、はい、防衛本能からかなんかつついたりすると唾吐くらしいですよ。あ、ラクダと一緒だ。あ、そうなんですか。うん。かなり刺激のあるね、唾を吐くらしいんで、気をつけてくださいね。臭いの？そう、臭いって書いてありました。さっきウィキペディアとも聞いたらね。あスコットランドの。スコットランドの。へぇー。アルパカね。アルパカ。80キロ出る人は、60キロ地点で一番疲れてることだね。そうですね。で、アルパカのあたりに多分乳製品のエイドステーションがあるらしいんで。へぇー。多分、あれ、絞ったやつ？そうですね。でまあ、自分でこうやってできたんですね。お腹壊すって。殺菌しないです。はい。はい、で、どんどん行きますかね。はい。マッチがね、あと行きますからね。はい。はい。本日のラインナップ。ひだおね、ジャンダルム。はい。ジャンダルムってみんなわかりますかね？北アルプスの
うん、結構こんな顔料のすごい、なんだろう。穂、はい、高岳の根、ね、からちょっと行ったところですけどね。うん、はい、あと、富士県ヒグマに合う。富士県ってあの、山岳スキーレース6連覇の。6連覇 ?6 連覇。北海道の。そうです。小学校1年から6年全部。そうですね。ですよ。はい。すごいなぁ。すごいね。で、北海道、余市岳スキー。その富士県とですね、札幌遠征した際に、はい、余市岳連れて行っていただきました。スキー映像ありますんでね。友達なの？友達って言っていいのか分かんないですけど、友達です。はぁ、はい。白馬狩猟シリーズ2。この前続いてね、ゆっくりとやってね。残雪、常念岳。常念岳。で、美しが原トレイル PR はやっちゃったと。やっちゃったと。はい。はい。わかりました。じゃあ、どんどん行きたいと思います。今日ね、結構コンテンツ少ないんで、そうなんですよ。喋り、いっぱい喋っても大丈夫。大丈夫です。はい。忘れてたのもありますし、はい。忘れてた。忘れてた。今日今日すみません。でもなんかさっきから結構行ってるって話。もう今日ね、1時半起きであの撮影とか入ってたんで、もう、ヘベレケ。もう夜中ですよ、夜中っていうか、完全に。で、ビールいただいてます。はい。じゃあいいですかね。はい。これね、僕ね、映像編集してて怖くなったぐらいの。ひだおね。ひだおね。簡単に言うと、ジャンダルム。っていうのは、まあ、夏よく行く人は奥方から行くとか、うん、まあ、西方から行くと、うん、ジャンダルムってこうなってるんですよ、うん、そうで、そうですね、こういうのところにね、でこういうのがあるんですよ、ひだおねってところ行くと、うん、着いたところがジャンダルムなんですよ、うん、岐阜県側から、うん、要するにひだおねって夏道はないんですよ、ないですね、雪で着いてる時しか行けないって、うん、あるんですよ、夏行った場合は、うん、奥方から行って一旦下ってで、から登るっていうルートもある。あるんですね。あるんです。だから、下から登るには、うん、この残雪しか行けない、うん。で、ジャンダルムに直接行く方法は2つ。うん、岐阜県側から行くのは飛騨尾根、うん。長野県側から行くのが小布尾根。小布尾根。っていうルートがあるんで、その、飛騨尾根の方行ってきましたので、はい、ちょっとね、ご覧ください。どうぞ。おはようございます。モニー。やったねー。なんか牧場の何牧場ですか。飛騨牛牧場でございます。はい、穂高平小屋ですね、うん。今日はどこ行きましょうか。じゃじゃじゃーん。ジャンダルム。ジャンダルムの飛騨をね。難しいんじゃないですか。そんなに難しくないよ。はい。大丈夫。和子田でも行けますか。大丈夫。何とか行けるんじゃない。はい。でも、何かあってもロープは出してあげないからね。出してくださーい。ダメよ。連れてからね。連れてってください。一人で頑張れ。バーイ。白出し沢を上がります。カタリンさん、相変わらずお元気です。雪山ですね。真っ白で何も見えないけど、ここはどこですか。疲れた。ここはどこですか。疲れた。もう歩けん。嘘。ここは、はい、白出しと天狗山の分岐で、こっち行くと穂高岳山荘ですね。で、我々が行くのが天狗山。お、天狗だ、天狗だ、調子に乗ってますね。ちょろいちょろ天狗になってる。すいません、嘘です。すごい似合わないんだって、ヘルメット。なんでこんな風なんだろう。顔がちっちゃい、頭がちっちゃいからでしょ、ね、長いからだよね、顔が長いから。そんなことないじゃないですか。なんかさ、似合わない、似合わなくない。あ、確かに、そんなに似合ってはないです。そうだって、ヘルメットが似合わない。大会で1位になったことがあります。愛知県大会ですか。世界大会。結構落石が来そうで怖い場所なんで。そうっすよ、落石と雪崩。見てよこの石。はい。もっとすごいよ、上。上にゴジラがいたもん、さっき。マジっすか。うん、怖かった。なんでこの端っこを歩きますね。
了解です。すごいっすね。すごいっすね。ここら辺上がるか。いやー、ルンジ上がった。だってここ行ったらこの間と一緒だよ。うちか。なんかこっからすっごい壁です。晴れてきました。だんだん石鹸登ってきて北アルプスの景色になってきたね。ほらこの荒々しさ、穂高って感じですよ、穂高。うん、これが日田をね、この岩ずっとそこから取り付いていくの。割と近い。近く見えてちょっとあるかな。意外とあるよ。意外とあるかな。はい、これがちょうどね、2700メートルぐらいのとこまで登ったんですよ。でも、前日に、もう白田市沢の方では落石があって、まあ、ちょっと人が亡くなって、ヘリが飛んでたりして、で、こっちの天狗沢の方も、本当にガラ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 って言って、もうだから、ね、絶対ここはヘルメットをして、行きましたね。どうですか、登ってるとき落石あるんですか、やっぱり。やっぱり安全な方行くからあるけど、うん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 、遠くではもうガラ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 、本当に。うん。設計が一番危ないから、さっとね、行かなきゃいけないって言いますよね。白馬台設計もね、音がしないから分かんないんだよね。そう。雪だから。そう。雪で。あれ、すごいでしょ、手ついてるところっていうのは、とにかく、斜面って、スキーもそうだけど、うん、カメラに収まらないですよね、急な、ね。そう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 。ものすごい急なんですよ。だから手使ってるところは相当急なところだと思ってください。うん、これで、これから登るとこあるんですけど、うん、で、実際、さっきの映像で、ちょこっと、じゃない、稜線があの辺に見えて、うん、2時間くらいで行けるかなと思ったら、5時に出て、12時半に着いてますから、ジャンダルムには。うん、7時間。7時間。もう、それを3分にまとめましたんで。すぐですよ。まことが撮ってる時は大体休んでる時ですよね。休憩。ザエルとか、そう、ザエルとかで、ハッシーかカドリーンさんが登ってるとこですね。うん、ロープ出して、登ってますんで、ちょっと、見ていただきたいと思います。はい。これも怖いっすよ。チャンネルね。どうぞ。今日は完全に、岩場です。ロープ時間かかるんだよね、こういうところ。険しくなってきましたね。険しいよね。この山頂がジャンダルムです。もうちょっとです。
山頂でございますわ。本当ね、季節外れのエビの尻尾に出会えて感激です。美しい。カトリンさん、ここどこっすか？じゃ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 ーん、じゃ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 ーん。ジャンダルムよ。なんかこの映像ジャンダルムの山頂に見えないんですけど。天使おらんもんけ、ケルンがある。天使ないけど、はい。手前の景色を見るとジャンダルムってよくわかると思います。奥穂高槍ヶ岳、さっきまで槍見えてたんですけどね。見えてるよ今も。あ、そっか。はっきり見えとるよ。寒気抜けきってない感じだけど、午後から良くなるかもしれないね。ガスが湧いてる。山ちゃんお願いします。はい、せーの、山ちゃん、ありがとうございました。はい、ご覧いただきました。とりあえずね、怖かったです。よくご無事で。怖かったじゃん、はい、怖かったじゃん。で、カトレインさんとハッシーは去年も行ってて、うん、で、ひだおねを行ってて、で、ちょっと設計とか登るともうちょっと早く行けるんだけど、でも本当のひだおねだったら今回本当にひだおね登ったんですけど、行けたら奥穂まで行って、それから白滝沢を下るっていう話だったんだけど、もうジャンダルムで12時半、うん、でそれから奥穂まで行くと普通でさえ3時間ぐらいかかる、2時間くらいかかる、3時間以上かかる、うん、もうそこもロープとか出していかないといけないんで、はいはい、なんでもうじゃあ来た道を戻ろうということで、うん、下山するのに6回懸垂確保しました。懸垂確保っていうのはお分かりじゃない人もいると思うんで、うん、ロープかけてもう安全に下るっていうか、使ってくれるんですよね。そうそうそう、あーっていうのはね、言いません。もう本当にね、なんかいいとこ連れてってもらったなって感じですね。どうでした？結構ビビったでしょ、うん、ビビりました、うん、ミックスっていうのがやっぱ苦手で、氷と岩とか、岩場をアイゼンで行くんですよ。で、この映像にもありましたけど、結構ハッシーでもね、最初かからなくて言ってあったじゃないですか。でも本当に爪一個かけて登るとか、爪一個にかけるって結構すごいですよね。そう。すごいことですよね。うん。足は爪だけ、もう両手ぐらいないと、怖いですね。で、実際だって普通に、普通の山で、まあ、グリーンシーズンですよ、うん、3点指示って言っても2点でも OK じゃないですか大体、うんうんうん、これって3点指示の意味が本当に分かりますよ、うんうん、あれてきてね、アイゼンの1本がその1点になってる、うん、そうそう、分かる分かる、うん、分かるかな、うん、分かる分かる、うん、で僕なんかね結構ね腕力で登っちゃうんですよね、うん、まあ、橋も結構そういうとこあるんですけど、はい、まあこれほんの細いですけど、はい、でカトリーンさんはやっぱ腕力そんなにないから、はい、まあ、やっぱうまいんですよね、うん、うん、でリーチもそんなに長くないし、うん、だからもう全然ね、技術だね、技術ですね、うん、あとハッシーのやっぱトップがいてくれるから、ザイル繋がってるから僕はいけるんですよ。繋がってなかったらもうビビってビビって、もう、うん、2歩進んで3歩下がるじゃないですかね、いけないじゃん。あ、そっか。つかない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 上がってくるけど、どうですか、ちょっと。はい。じゃあ、ソーシャルを。はい。ライオンさん。はい。そろそろ始まるかな、よし、走ってこよう。ほら、自分で突っ込んでます。ガオー。木村さん。はい。ケイシさん。うん。マッチいないよ。ね、さっきね、LINE でね、9時半には来るって言ってました。あ、ほんと、えらい遅れたな。うん。坂本先生さん、坂さん。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。長湯クライムさん。おぉ。はい。名前、チェック、アイーンって。アイーン。アイーン。ガコヤンさん。ガコヤン。カトリーヌさんは絶好調。もうね、絶好調。久しぶりに会って。絶好調ね。もう、ね、多分どっかの山岳会であんな風にやってたら怒られると思いますね。坂本泉さん。はい。坂さん。
緊張感ビンビン伝わってきて思わず固まって見入ってしまった。もう本当ね、怖いですね。あのジャンダルムはジャンダルムに近づくにつれて楽なんですよ。あ、うん、意外と見た目ほどね、そうそうそう、いけるんだよね、うん、ジャンダルムの方が楽なんですよ、うんうん、でそのままジャンダルムまでが結構で、ところどころはそんなに難しくはないんですよね、うん、そんなにここは確信部っていうのはないんですけど、うん、何しろ長いんです。あ、長いんだ。7時間はやっぱね、まあまだかまだかって、うん、そっか、じゃあ回るかもしれないっていうことは全部背負ってった、うん、そう、すごいね。うん、テントとか全部背負って行きましたね。あの下る時どうでした、怖かったですか。懸垂加工は、そうですね、懸垂加工もそうだし、うん、その斜面をね、あのアイゼンで下る時とか、もうほんともうすごかったね。一応やっぱロープ3人で確保してもらって、うんうんうん、結構滑落しました。まあすぐ止まりますけど、うん、ピッケルで、うんうん、あ、いけないって言って、あ、ザーって言って、ガーって言ってのは、ちょいちょいありました。あ、ほんと。だから、で、だんだん雪の状態も、もう、気が照ってるところはズボズボで、腐ってズボってなって、あーってなったり、硬かったり、硬くて、去、うん、ってって、ずーっと行っちゃったりして、うん、結構だ、下ってきて、8時頃でしたからね、夜。だから、12時半じゃないですか、うん、山頂。それから、ちょっと、20時、ね。20時。あ、まあ、普通、一般的にはできないことですよね。できないですね。あの、こう見えても、全然できないことですよね。まあ、ほんとあんまり良くないですよね。そんな遅くまで行動しちゃう。うん、まあ、体力があるからできるんでね。普通だったら見た。はい。よい子は、ひだおねは、行かないでください。よい子は。はい。この悪い子め。悪い子め。悪い3人ですからね。はい。次行きますよ。はい。無事件。ヒグマと遭遇。戦った。戦ってほしいですよ。無事件っていうのは、はい、国内の山岳スキーレース、うん、6連覇してる、さっきも言いましたかね。行った。はい。の、無事件です。北海道。はい、札幌在住ですかね。本名は藤川健。はい。おお。藤川健じゃないですよ。藤川健。藤川健じゃなくて藤川健。そうなんですよ。藤川健じゃなくて藤川健。まああっちの方ではもちろん多分有名なんでしょうね。有名ですよ。でガイドもしつつ、だから山を本当に知り尽くしてる感じなんで。うん、でヒグマと遭遇したと、スキーです。スキーで参考してる時に、うん、そのもの。その時のことをですね、語っていただいてるんで。ある日。ある日。森の中。森の中。藤健が。見ましょうね。見ましょうね。どうぞ。来るじゃん。来るだ。まあ、札幌近郊の山というところで、ちょっとスキーをしに来たんですけど、ちょっと沢の偵察に繋がってるかどうか、素晴らしで登って上がったんです。で、まあ、やっぱりダメだと思って、その時、壺で走って、登ってたんで、走って沢を、設計を降りてたんですよね。で、下って、沢がこう曲がってるところを、もうスキーのあるところまでさっさと降りようと思って、ダッシュで全力でこう駆け降りていて、沢がちょうど曲がってるところを曲がった瞬間に、ほんと目の前10メートルぐらいのクマが、ちょうど横切りに歩いてきてて、もうばったり出くわしって。いわゆる本当のヒグマですよね。ヒグマですね。何色でした？まあ、黒金っぽい、すっごい毛づやがいい。つやがいい。つや良かったですね。コロッコロ太ってて。大きさは、まあ、四つん這いになってるんで、一概には言えないですけど、多分立ったら4メートルちょっとぐらいだから、すごいでかくはないんですけど、まあ、やや大きめです、ね。このゴロンってした状態で、言い方が難しいですけど、足跡でこれぐらいです、前足が。なんで、まあ、おそらく5歳6歳ぐらいだと思うんですけど、まあ結構大きいです。あの獣臭みたいなのどうでした？いや、もう走ってたんで、はい、全然分かんなかったです。ただもう出くわした時は10メートルぐらいだから、もうクマの息遣いが聞こえて、でクマも、はい、
全然気づいてなかったみたいです。すごいびっくりしてて、もうなんか怒ってるわけじゃないですけど、息遣いがすごくて、あれはちょっと僕の人生の中でも最大級に危ない出くわし方ですね。お互いに気づいてて、クマが先に知ってて、こうなんとなく近づくんだったら大丈夫なんですけど、完全に両方とも出会い頭だったんで危なかったですね。どうしたんですか？で、ちょうどその10メートルぐらいの距離保ったところで両方とも2人とも止まったんで、で、僕クマスプレーをもう常に胸に持ってるんですよ。で、こう動かないように声立てないようにじーっとしながらクマスプレーをこうスーって出して安全装置外して、とりあえずクマに向けたところでとりあえずよしと思ってそのままじーっとしたんです。で、クマがやっぱり全然警戒してないで出会っちゃったんで、すごいびっくりしてて、で、クマもそのままこっちに来ようか逃げようかどっか行こうかこう悩んでるような感じで、こういう感じちょっと覚えたんで、で、もう来るなよ来るなよって思いながら、でもクマスプレーが届く距離でも微妙になかったんで、こっちにこう突進してきたらもうかけなきゃいけないなと思って、クマスプレーにこう指をちょんって乗せたんです。はい、どうでした？1回、ここでカットですけど。あれ、クマスプレーって、持ってます？よく売ってるのを見るけど。僕はね、実は持ってるんですよね。本当に？いつも？いや、いつも持ってないです。普段？当時、一人でよく走ってたじゃないですか、平日。で、山始めた頃で、なんだろう、過剰に反応してたんですよ。クマ怖いな、怖いな。だから、平日とか行くと人いないじゃないですか。そういう時持ってたんですけど、まあ今、あんまり持たないですよね。こっちだよね。ただ、北海道で富士県は、ここにホルダーつけて、いつでも持って、ガイドもやりますんで、ね。もうすぐ出せる。ここに。そうそう。はいはい。で、まあ、これまた後で話しますか。後半あるんですけど、まあ、とにかく、人生で最大級の危機。危機ですよ。だってすぐそこにヒグマと出会ったわけですから。見えてるでしょ。で、退治したんですよ。立つと4メートルぐらい。はい。退治したの？退治したんだよ。そうですよ。退治したんだよ。そう。おじ退治じゃないの。難しいです。後半です。どうぞ。で、僕もだいぶテンパってたんで、緊張してたんで。本当に来たらもうクマってすごい速いらしいんですよね、攻撃するときは。だからもう指をクマスプレーを噴射する反応が遅れたらもうアウトなんで、もうギリギリのところでこう指を置いとこうと思って、そしたらちょっと出ちゃったクマスプレーシュッて、そしたら結果的にはそれが功を奏して、全然届かないんですよ、クマには。届かないんだけど、その音と多分匂い嗅いなんですよね。で、ククンとかやって、で、脇の方に。いや。ちょっとこう逃げるっていうか移動していった。だから本当に、クマ撃退ではなくて、クマを避けたスプレーみたいな感じで。鼻が嗅覚すごいって言いますもんね。そうそうそう。多分それかな。で、5メートルぐらいちょっと進んで後ろ、クマ見て。で、また5メートルぐらいするんです。ずっと見てるんで。で、とりあえず、しばらく間隔までは動いちゃいけないな。こう、すべこう思ったまま。それ以上、遅いの？遅いです。刺激をして、怒らせると、厄介なんで。クマが離れてくれたら、もう絶対何もしない。もう、自分に襲いかかってきた時だけ反撃をするようにしないと、絶対にダメですね。で、騒いでもダメだし、あと、まあ、長野の某人が襲われた時は転んじゃったんですね、後ずさりして。転んで弱みを見せるとそこで一気にやられるんで、転んでも絶対ダメ。白馬の棒ですね。そうですね。で、もうじーっとしていって、で、30メートルぐらい離れたところで僕も沢の方、下の方にこう少しずつこういう風に動いていって、で、途中からこう竹やぶの方に、その中にゴソゴソゴソって入ってて、セーフって。貴重なお話でした。以上、富士県でした。ラムード長澤さん。
西川さんです。はい、最後の、はい、あの熊と藤木健さんは、はい、あれは何なんですか。僕が作ったあの、まあ、リアルなコラージュなんですけど、はいはい、あのヒグマは実はヒグマの小熊なんですけどフリーソフトでね。そうまあでもすごいですよ、これ本当にビビったと思いますよ、うんうん、これ熊スプレーさっきも、うん、あの言いましたけど、うん、これ重いですよ。どうですか。重い。唐辛子、カプサイシン、本当だね、これをあの藤健はいつも持ってるんですけど、これ、うん、あの読むと面白いですよ。これなんか有効期限切れなんですかね。2013年、うんうん、4月、うん、じゃあ出してみる、うん、出してみます。ちょろっと詰め替えするの。詰め替えチルチルって詰め替え用途ちょっと出すちょっと後で出すから、うん、用途月のマグマ、うん、ヒグマ、うん、北極グマ、うん、犬猫猿イノシシ、うん、ライオン、ライオン、ライオンさん、アフリカゾウ、うん、バッファロー、バッファローで、ラクダ。ラクダ。俺前世、前世。ちょっとやってみますか。アルパカドン。ちょ、マジで。あっちに電池があるんだけど、ちょっと取ってきてもいいな。これ本当にね、やばいらしいですよね。粘膜に触れて、うん。僕も試し打ちしたことあるんですけど、こんななりますよ。だから、打つのに。打つと、こんな、このぐらい、大げさかもしれないですけど、勢いが。うん。まあ、北海道はまた別格ですよね。うん。では、この辺でちょっと遅れてきた。はい。マチコ。はい。何や。マチコのためにね、はい。文字テロップ作っといた。あ、作っといた。はい、自己紹介。あ、マッチです。はい、はい。マッチでーす。景気大生&陸上部長です。首相ですね。首相です。部長じゃないです。社長。あ、じゃあすみません、じゃあ首相ではい、今日競技場でサボテンさんに会いました、はい、会いました、はい、これ医大生っていうのは今何年なの。4年生です。何年生まで。6年生です。じゃああと2年半。今何あの嫉妬された人募集中でしょ。ああ、そうですね。血抜いてもいい人とか。ああ。練習台になって。練習台。ホケさんでしょ。ホケさんがなんかすごい血管綺麗だとか。あ、そうなんですか。ホケさんね、ちょっとね、こちらで掴んだ情報によると、ちょっと松本に仕事でちょっと来るらしいんで。飲み会ですか。違います。仕事ですって言ったじゃん。あ、違う、うん。こっちで。え、だから、うん、山ちゃんに呼んで。山ちゃんに呼んでね、そう。で、公開採決する。それやっちゃいけないの。やっちゃいけないな。あ、この前、血の代わりに海水入れていいっていう人いましたけど、ややブラックです。ややブラックですよ。はい。そんな人もいる。ダメだよ、薬とか、そういう話しちゃう。ね。そう。うん、はい。アスカです。こら。いやあ。北海道。白馬狩猟シリーズ第2弾ね。栗田さんね。白馬の。はい、おお。あ、それ肉読んでもらって。あの肉ね、今日ね、俺放映日放送日間違えしたから、お料理できなかったんですよ。肉の映像だけありました。ちょっとマッチ多いんだけど。1? はい。1に写真1。はい。写真1。写真1。4。4番。はい。どうぞ。谷底で先輩漁師が鹿を射止めた。途切れ途切れの無線から距離が相当離れていることは容易に推測できる。鹿を射止めてからすぐに内臓の発酵が進む。早く処理しないと、その発酵臭のおかげで肉は使い物にならなくなる。谷底の先輩はあまりにも物資が濃いためにライフルだけを手にナイフを持たずに行動していた。私が走らねば、いただいた命を粗末にすることになってしまう。そんな思いを巡らせ、物資をかき分け、谷をひたすら駆け下りる。濡れた落ち葉に足を取られ、尻餅をつく。そのまま尻滑り。落ち葉と泥にまみれながら、
30度近い斜度の谷を尻で滑り降りていく。目の前に険しい顔の先輩が立っていた。しかし今季銃で射止めた初物。みんなへ取った一匹面と握手の手を差し伸べてくれた。早速私が持ってきたナイフで腹部に切り込みを少し入れる。腹部内に発生する発光ガスを逃してやる。足にロープをくくりつけ、二人で谷を引き上げる。iPhone の GPS 機能を使ってチェックすると、車の止めてあるところまで標高差300メートル、斜度30度、足場は濡れた落ち葉とドロドロのぬかるみ、そして一引きごとに引っかかるブッシュ。重い、とてつもなく重い、辛い、とてつもなく辛い。射止めた鹿はおよそ70キロ。ぐったりとしたその体は、まるで大地に引きずり込まれていくかのように思い、これが命の重さなのだ。これが命をいただく重さなのだ。車を運転していたら、突然、道路上で飛び跳ねるイノシシに出くわした。ずんぐりむっくりの図体をしているのに、なんとも軽やかに飛び跳ねる。ちょうど先輩と待ち合わせして寮に行くところだったので準備万端。大急ぎで銃をつかみ車を飛び降りると、イノシシは路端の森に逃げ込んだ。追う、走る。イノシシの姿は遠くに捉えている。走りながら銃に弾を装填。速い。こちらのスピードでは追いつけない。膝上の積雪。ここ2、3日雪が降っていないので雪は閉まって重い。奥にはお宮が見えている。杉の木立の向こうには民家も見えている。これ以上人気の近いところでは撃てない。イノシシまで100メートル以上はあろうか。私の散弾銃では有効射程ギリギリの距離。狙いを定める。引き金を引く。イノシシが跳ね上がった。命中したか？いや。足元に着弾し、驚いて飛び跳ねただけだ。もう一発、外れ、逃げられた。いとも軽やかに森の奥へ消えていった。ちょうど呼んでいた先輩たちが合流。足跡を追うと、急勾配の尾根をまっすぐに登っている。斜度40度ほどの険しい尾根をひたすらに足跡に沿って追う。足跡はきれいに等間隔。先輩たちは、こいつ落ち着いているな、と感心する。私に2発も発砲されていながら、銃弾をかわしたと判断すると、悠然と森の尾根を登っていっているのだ。はい。ですね、これ栗田さんですね。左側が。で、右側が娘さん、まあ、ということですね。はい。おお。これ海外の山ですよね。すごい。はい。どうでしたか？狩猟シリーズ2ということで。ブッシュって何ですか？やぶ、やぶ。すごいですね。なんか、昔からの狩猟っていうのをやりながらも、読んでて、うん、iPhone の GPS とか出てくるところに、なんか、読んでて感じるものがあったというか。すごいよね。危険も伴うじゃない？場所だとかさ、うんうん。30度って相当ですよね。30度滑り降りるとかね。なんか70キロ。だからね、引き上げるなんてね。そうだよね。人だってさ、泥酔した人を運ぶの大変じゃない、うん、意識ない人って多いですからね。自分でね、捕まっててくれれば一番楽かもしれないけど、うん、そうでもない。すごい重たいもんね。うん、命の重さ、うんうん、そうですね。そのお肉を本当はお裾分けしていただく予定だったんですけど、さっき言いましたけど、うん、また今度次回というと、はい、なんでですか？残ってるんですよ。あの、僕が間違ってたんですけど、今日山ちゃんと思ってなかったどう思います？山ちゃん刑事、ま、私もね、今日忘れてます。忘れてた。え、今日だと昨日、あ、昨日でしたっけ？一昨日？昨日か。そんなね、昨日の夕方に、ゆうさんが、うん、明日山ちゃんみたいに、ツイッターでつぶやいてて、え、明日だった？決めたよね。
決めた決めた。だから俺もうカレンダーに入ってたもん。でしょ？うん、俺もなんかね、山ちゃんこの日だから、この日まで登山行かなきゃなっていうのがあって。で、ちょっと予定をやって、やってるなんです。結構そんなに、毎週山今行けないんで。そうですね。行かなくなっちゃったんだよ、あんまり。っていうの、土日結構ね、出る仕事があったりして。あ、仕事してるの？してる。ギリギリしてるの。ギリギリしてる。うん、こんな僕でも。ああ、そう。じゃあ、あれですね。まあ話から戻るけど、栗田さん。一度お会いしたいですね。うん、どうですか？ぜひぜひ。話し方まで呼ぶって。うん、で、ここにコンロを設置して、うん、鍋。うん、よろしいし。で、栗田さん、火曜日の夜空いてる？聞いてください。どうして？空いてますか？空いてますか？次いつだっけ？まだ決め。いいよ。24だったら24でもいいしさ。あれでも。でも、栗田さんトークで、コンタクトなくたっていいじゃん。栗田さんは。うん。栗田は。1時間。イノシシ肉一本勝負。焼く食べる食べながら。さっきは8日っていう話だったんだよね。そう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 。あ、まあ、ああ、そうか。まあ、イノシシ、熊、イノシシとかって言いましたね。うんうんうん。野菜じゃない？野菜。熊。山菜だ、やっぱり。で、王子にサクランボを収穫してきたって。山形で。なんか王子、なんか家でサクランボ育ってる。あ、そうなの？引っ越ししたんでしょ？引っ越しして。うん。まだ暇かな？いつから働くんだろうね。王子まあいいや。次行く？はい。で、今日は初めて見た方もですね、気軽にどんどん絡んでください。はい。ソーシャル、来てください。はい。ソーシャル行きます。はい。坂さん。緊張感ビンビン伝わってきて思わず固まって見入ってしまった。さっきやったの高橋さん、陽介さん。これまた緊張感のある話でしたね。あ、クマの話ですか？クマ。そうそうそう。うん。クマモンの話じゃないからね。クマの話だからね。なんだっけ、去年、大雪行った時に。俺の話飛ばしたの。去年大雪行った時に、スイーパーしてたら、前を歩いてた、前にいた参加者の人が、なんか、そこにクマがいたから気をつけてって、別の登山者の人に言われたって言って、待ってた人たちがいて。結構多いですよね、北海道。北アルプスも、まあ北海道の話で見たの？え、北アルプス？北海道で。あ、北海道は僕は見てないけど、一緒にいた人たちは見ましたよね。ヒグマ、普通にいますよ。フンなんかもあるしね。道路、林道とかにね。ありますよ。サブデンさんあります？北アルプスで見たこと。あるある。親の？親。うん。50メーターくらいかな。あ、一生懸命木道を壊してる。なんか工事依頼されてる。赤い工事。じゃあこっち側でちょっと音出して。あ、へぇー。と逃げてくんですか？逃げてった、その時はね。ものすごい黒光りしてます。うん。好きなのね。へぇー。僕、小熊なら見たことありますからね。北アルプスの。徳郷峠行く道で。ああ。うん。うよいるって言いますよね、あそこ。そうそう、やっぱ人が入らないところは、ね、結構いるって言って、あそこもいる、なんか、橋たちはよく会うって言いますけど、人に会わないとこ行くんで、ババダニからカラマツに上がる道とか、ババダニとか、長いとこですか。確かに橋さんは持ってるんですかね、作るとか。持ってないでしょ。すごいですか、まあ、まあ、まず。多分、ピッケルで戦うって言ってた。あ、なるほど。なんか大丈夫そうな気がする。私もそんな気がする。スプレーね、持ってると使いたくなるじゃないですか。銃持ってると撃ちたくなるみたいなね。わかんない、銃持ったことないから。違うんですか。で、ちょろっと出してそう。不事件ね、さっき。ちょろっと出してへぇー。ね。いいですか？はい。そうですか？はい。残雪常念岳。お。違う。余市だけ好きです。いいね。はい。その富士県とですね、この前札幌遠征した際にですね、ちょっと連れて行っていただきましてですね。余市ってウイスキーの余市の。そうです。まさにそこです。はい。札幌で一番の高峰ですね。1844か。百名山じゃない？百名山じゃないですね。はい。と思います。確か。間違ってたらごめんなさい。どうぞ。多分違う。
でも真っ暗になって9時ぐらいになって帰ってきた時ありますよ。ブズブズ。あれは何岳ですか？あれですね、札幌最高峰余市岳です。余市岳1488m、 1500m 未満のあの山なんですけど、雪があります。あの左側の斜面を滑るんですね。行っちゃうわけですね。急ですね、あれ。まあ単純に見て40ほどちょいありそうな感じ。行きましょう。刺激的な急斜面。だいぶ進みですけど、アンヌプリ。アンヌプリ。アンヌプリが、羊蹄山がずっと右に行って、下に。お疲れ様でした。藤健さんってのは何をしてる人？ガイド、まず、スキーで、ガイドもやってるし、で、ガイドじゃないですか、山岳アスリートっていうことなんですけど、で、ガイドで生計を立てつつ、まあ、あのスキー場で、まあ、ちょっといろんな人を教えつつみたいな感じなんじゃないですか。あと選手ですね。国内のトップ、山岳スキーです。じゃあ僕らが、ちょっとじゃあ藤健さんにガイドお願いしたいって言ったら、していただけるんですか？それは、わかんないですけど、テレマークライフ、テレマークライフですかね、テレマークスキーライフですかね、なんかそういうブログ書いてますんで、唯一、藤健はね、それ経由でいろいろなんか、アクセスしたらいいんじゃないですかね。公式サイトあるのかちょっとわかんないですけど、とにかく、藤健。藤健 .com。石川県。で、テレマークスキーライフで、撮ってください。はい。アクセスね。はい。はい。来ました。いやー、よかったですよ。滑り初めて見たんだ。レース一緒に出るじゃないですか。うん。絶対に見れない。そうですよね。一緒に歩いて、一緒に滑って、いうことをね、できましたんでね。本当に勉強熱心って言いますか、いろんな、三座童貞とかもね、もう、的確に答えていただいて。で、なんだ、餃子ニンニク。とかも、これ、取っていいですよって言って、ナイフなかったらナイフ。いろんなもんで、撮ったら今度ジップロックも出してくれますよ。もう至れり尽くせり。なんかもう何もな、
持っていかなかったんで、木の幹のままみたいなもんですよ。で、全部ザックに、あの、無線から、サングラスから、全部、クリアから、で、板も借りてきて。山行く予定だったの？なかったんですよね。で、出てから、もしかしたら富士健と行けるかもしれないよっていうことを聞いて、で、いろいろ電話したりしたら、やってくれたんだね。はい。充実のね、仕事を終えて、翌日、用意しないと思ったか。うん。北海道楽しかったですね。すすきのね。すすきの遊び。すすきのは行かなかったですね。本当に？はい。だって、札幌でやったんでしょ？札幌広いですよね。すすきの、でも、富士健いろいろなとこ案内してくれて、すすきのとか、美味しい刺身屋とかね。なんでそんなにこだわるんで。そこで落としたいんだろう。やっぱ突破すぎたらすすきの行かないんだね。ああ。すすきのよりも、僕なんか北海道って言ったらすすきのが一番だと思っちゃうけど、うん、やっぱ富士健さんからすると、すすきのよりいい場所を案内してくれる。そう言いたかったんですよ。なるほど。ってことですね。そういうことです。いい人っていうこと？そう、自分。富士健さんは。すすきのよりいい場所を知ってるってこと。北海道。そういうことですね。うん、はい。すすきの大好きって言ってましたよ。こんなさっき。嘘ですけど、うん、え、富士健すすきので検索したら出てくる。面白いね。案内します。ガイドします。ガイドします。富士健スペース、すすきの。スペース、すすきの。すすきの。ガイドみたいな。これ見てたら怒られるよ。怒られる。会ったことありますよね、富士健で。ああ、あります。前インタビューしてましたもんね。2年前。全然こういうものそうですよね。そう。2年前のベースもね。ああ、そこそこ。とにかく、かっこよかったです、あの、滑りね。またお願いしたいと思いますね。はい。はい。白馬氏がやっちゃったから、もう自分は全然間違えてるね。残雪、常念岳。はい。残雪圏。この前行ってきたやつですね。残雪圏。MT チャンネル、快速番長。姉さん。姉さんが出てます。ちょっと短いんですけど、どうぞ。これだけか。はい。満月ソリです。何にもしないで、ソリ、お尻いや、ソリ、ソリ。満月、満月ソリ。ああ、500円くらいで売ってるやつ。そうそうそう、こんなやつです。こういうやつです。そう。あれをザックに振り付けて、うん。当初もっと滑れる、よかったらしいんですけど。してる。これ常念の山頂の、ちょっかでしょ、小屋に向かうところ。ああ、はいはいはい。あそこの斜面ですよ。あ、一ノ沢から行ったんだ。いや、三俣から行って、そこから分岐で三俣に降りた。残しの声には行ってないでしょ。残しと三俣に行く分岐の手前、山頂とその分岐の間のところです。ああ、はい。もう3回行った方がいい。4回行ってもらえる？ 4 回ですか。まあね、こんな、もっと滑れるとかあれば、ああいうので、どんどん早く取り入れるんですよね。なかなか。面白かった。はい。しようと思う。今日珍しくね、もうコンテンツ終わったんですよ。本当ですか？うん。もうなんか、番組始まって以来じゃない？ 1 時間以上経ってない。経ってない。なんか喋る。じゃあ、下山グルメのビデオでも今、配信します。いいですか？終わる時は終わっていいんじゃない？うん。いいんじゃない？うん。マチコの一人喋りがあるんでしょ、これから。ああ。昔々あるところ。うん。おじいさん。ジャケで負けた人があるね。立ち喋る。あ、撮りましょう。あ、そうそうそう、それ。あ、なんか。山木風。山木風？あ、こういうね、新しい、山岳保険。うん。が、できました。おいくらですか？年会費4000円。うん。これ安いよ。うん。で、きちんとその登山計画書を出しましょう、ということと、あとはその中から、登山道だとか、そういうところに寄付をしていく。うん。そういうのが。で、結構登山計画書って、出すの書くのめんどくさいなって思ってる人いるじゃないですか。
結構もうメールで警察に出すだけでもいいんですって。うん、あ、そう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 。そう。だからまあ、ここもメールでなんかあるんですね、フォーマットがあって、うん、ここに出すだけでいいってなってますんで。うん。うん、登山計画書はね、本当に出しましょう。うん、登山計画書を警察で検索してみてくださいね。鈴木の。鈴木の。鈴木のいらないです。鈴木の行くときは計画書いらないですけどね。ポケモリです。ポケモリです。ダメか。ぼったくられても OK。そう。ダメ。そういうの作る、共済会。ぼったくられたら藤木の名前出したいんじゃないですか。お前のおかげで藤木が鈴木のと前、繋がっちゃったじゃねえか。クマスプレー。クマスプレー。鈴木のスプレーかな。いいっすかね。はい。あ、一回ぐらいやらなくていいっすか、これ。いいよ。大丈夫っすか、臭いんでしょ。うん。臭いとかいう問題じゃないですか。あ、もう一個いいですか。はい、じゃあ。もう一個いいです。6月21日。はい。安曇野食べ歩きウォーキング。イベントやります。へぇ。歩かないで食べてるだけでもいいんですか。いえ、歩いてもらいます。何キロぐらい歩くんですか？9キロですね。ほう、はい。でもゆっくりですよ。9時から13時だから。うん、4時間。はい。シューマート、アミーホタカ店に問い合わせをしてください。はい。シューマートのアミー。これは何で検索すればいいですか？シューマートで。富士県？シューマート、アミーホタカ店で検索するんですね。はい、お願いします。どんどんね、これから検索ワードってことそうですね。うん。私もスタッフでいます。はい。だって、本当にいろんなところに質問するね。もういいですか？なんか、この際。あ、でも美しいはどう？あ、美しい。美しいもいっぱい？まだいい、ね、まだ、もうちょっとありますね。はい。6月12日が、期日、うん。締め切りですね。うん。ボランティアの方も、はい、35近く。集まってますので、うん、まだまだスタッフ募集中なので、今日もですね、ぜひ、はい、あ、いいですよ。ぜひね、今日も美しいヶ原入ってたんですけど、やっぱりあそこはなかなかバリエーション飛んだいいところですね、うん、って思いましたね。はい、いいですか。はい、二人で美しいの話しとく3分ほど、いや、うん、美しい、うん、美しいですか、美しいのお嬢さんが泳げる方、うん、はい、まあ、2000メートルのね稜線ということでね、はい。あそこの特徴は、やっぱりたくちゃん、わかると思うんですけど。じゃあ、一旦閉めますか。うん。一旦閉めて、編集後期的な美しいトークを。おう。しますか。美しいトーク。じゃあ、一旦閉めます。はい。さよなら。はい。48回。ありがとうございました。終了です。48?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 48
消しの話を。あ、来た？え、録画は、録画切っちゃうか。うん。あ、次、次回。次回ね。っていうのは、どうしますか？その、7月8日か、6月24日。まあ、また3週間か4週間か5週間後にやりますよ。はい。でしょ。はい。またツイッター等でリアルしていきたいと思います。はい。それでは、さよなら。さよなら。